桜の首飾りを作ってみました。花の作り方は、お花紙とラッピングモールの八重桜をご覧ください。お花紙がめくりにくいときは、ハンドクリームを少し指先につけると簡単にめくることができます。ハンドクリームが足りなくなったら、途中で継ぎ足してください。ハンドクリームが残ったら、手につけて伸ばします。この花をつないで首飾りにしますが、今回は糸ではなくゴム紐を使ってみました。とじ針にゴム紐を通します。お花とお花の間にはストローを入れます。ストローの長さはお花より少し短いぐらいですが、これでは針が通りません。そんな時はストローを半分に切ってください。ストローに針を通して端を軽く結びます。お花の後ろ側のラッピングモールに針を刺して引き抜きますが、ゴムの場合幅が広くて引き抜きにくいです。丁寧に引き抜いてください。次にストローを2個入れます。そして花を1個、針の付け根を持って引き抜くと引き抜きやすいです。またストローを2個、花を1個、これを繰り返します。首飾りの長さになったら、針を取って最初のところをほどいて端と端を結びます。ゴムを引っ張って全体の形を安定させます。結び目を強く引っ張ったら、余ったところは切っておきましょう。花びらの形を整えて、桜の首飾りの出来上がりです。これを首からかけると、こんな感じになります。首飾りをかけたり外したりするとき、引っかかる場合は、ゴムを伸ばすといいです。